どうもこんにちは、クリスです。今日はね、なぜブラック企業から人は抜けられないのかということについてお話しさせていただければと思います。まずさ、ね、ブラック企業、ね、みんなもうハマっちゃうと抜け出せれないって言われてるよね。で、まあ、ブラック企業に入った人、入ったことある人、これね、3回入ったんや。これずっとね、今朝まで2回だと思ったんだけど、よく調べたら3回やったな。でね、面白いの、ブラック企業に入りやすい人っていうのもいるんだよね。うん、僕はまさにそうだったんだよ。ね、まあ、これから話していく考え方によって、自分がブラック企業から、まあ、抜け出すっていうか、そのブラック企業の嘘っていう本当の真実を見ることになると、あ、こんなになったんだ、こんなに俺怖がってたんだって言って、まあ、抜け出すこと、抜け出すっていうのかな、まあ、楽になっていくっていうのが間違いないんで、もしや俺ちょっとブラックかもとかグレーかもって言ったら、ぜひ聞いてください。絶対に役に立つと思います。はい、で、僕のブラック企業の経験なんだけど、いやもうね、女性もね、僕のその入った企業のね、一番上の人はもう女性、怖い女性いたな、怖い男性もいたな。もう本当に何十代、30代、40代、50代、60代っていっぱい怖い人がいて、で、もう叫ぶんだよね、企業の人たちって。で、上司がで、お前がダメだっていう感じですっごい突っ込んできて、なんかしょっちゅうビクビクしてんだよね。あ、やべえ、俺、ま、なんか間違えちゃったかなって。で、そのブラック企業のオーナーとか上司って 96% とか 95% は超デビルなんだよ。怖いんだよ、鬼なんだよ。でもそのちょっとだけ 6% とか 5% ぐらいだけ天使が入ってるんだよね。で、その天使にも認められるために、ちょっといいことを努力したりとか、ちょっと頑張りましたとか、ね、私は真面目にやってるんですっていう、そういうなんかね、そういうのもあったのがよく覚えてます。まあ、こうやってね、新入社員とか、ね、大人になっていって会社を変えていったりとかして、まあ、会社に入ると、で、最初はすごい優しい感じで、でもちょっと大丈夫かなっていう不安はあるんだけど、でも実際に中に入ってみると、あ、これはブラック企業やなとか、だって給料低いし、給料上がんないし、残業代出ないし、で、間違いなくみんなが社長とか上司を怖がってるっていうのはサインだよね。誰にも上司に話せない、で、怖すぎて、で、テーブルを叩いて怒るとか、叫ぶとか、そういう職場が多い。で、ちょっと考えてみようよ。ある意味、僕たちは人生を生きてるだけでしょ。生きてるじゃん。で、その中で仕事っていうのをやるんだけど、よく考えると、ブラック企業とかグレー企業に入っちゃうと、毎日鬼みたいな人がいるところに行って、バカ野郎、お前は本当にできないんだとか、しっかりやれ、なんでお前これ分かんないんだっていう、なんか精神的に問題がある人たちの周りに毎日行くわけやろ。完全にやめればいいじゃん。なんでやめないの？そういうポイントなんだね。で、僕はね、この心理学とか、まあ、奇跡のコースとか、ね、仏教とかチベットの仏教とかね、いろいろ勉強させてもらって気づいたことは、その人っていうのは自然に何かを失うことを恐れていると思うんだよね。何かがなくなっちゃう、で、それが怖いから誰かのせいにする。で、ブラック企業に入って本当はただ普通に、いや、これクレイジーだよねって、で、仕事スイッチすればいいんだけど、なんか辞めれなくなっちゃうんだよね。なんでだろう、なんでこんなめっちゃくちゃ怒ってる人が自分に対してすっげえ怒ってて、で、その怒り方も真実じゃないじゃん。
怒り方もその相手の癖みたいな、相手の世界が正しくて他の世界とは違う、そういう怒り方している人たちがいるわけでしょ。昨日さ、靴下の話っていう心理テスト、コミュニケーションテストのビデオを出したんで、ぜひそれを見てください。だからそのビデオで話したのはね、僕がオンラインでオンラインショップをやってると、洋服を売ってますと。で、僕がスタッフに靴下、ね、500枚買ってって500ペアで、色は白で買ってるっていうわけよ。で、実際に届いた段ボールで届いた靴下はグレーだったのね。で、スタッフは白い靴下だと思ってグレーの靴下を実際買ったわけよ、白っぽく見えたから、ね、で、普通のブラック企業とかグレー企業だったらスタッフに怒るじゃん。お前バカ野郎、クソ野郎、俺たちの売り上げがなくなるんだって、ね、なんでお前はそんなにできない男なんだって。でも、もうちょっと器が広い場所に行くと、ああ、君は間違ってやったことはない、間違ってわざとやってないよね、だから君が悪いっちゅうことじゃないよねって。で、そうなると OK、 じゃあこのチェックを入れようよ、注文する前に誰かにチェックするとか、で別に、でもうちょっとスピリチュアルなレベルに行くと、別にいいじゃん、間違えちゃって。自分が本当にやりたいことを信じてやってるんだったら、それを心から信じることができるから、そんなことを信じてる他の人がどうのこうの、他の出来事があって、そんなに簡単に自分がやってることを諦めたり脅かっちゃったらダメだよっていうビデオだったんだけど、はい、でちょっとこのそのブラック企業の世界っていうのは、まさにお前ができないやつだ、お前のせいで僕たちの会社が出来上がってないんだ、お前はもっと働かないといけないんだっていう恐怖がいっぱいある場所なんだよね。で、人間っていうのは何かを失うっていうことを恐れていると。で、もっともっと深くいくと、自分が殺されるっていうことを恐れていると思うんだよね。で、なぜブラック企業を辞めないの？クレイジーな職場で別に仕事変えればいいじゃん。で、今の仕事で変えないって、ああ、仕事足りつけないって言ったら、適当に辞めて、バイトを1年、2年やって、どっかの学校を夜行ったりとか、スキルをね、YouTube で学んだり、Google で学んだり、どっかに弟子入りして、ボランティアして、ね、2年後にはすっげえいいところで働けるじゃん。で、スキルも身についてて。で、ゆっくり近づいていく、自分の理想な職場とか、ゴールに。すっげえ簡単なことじゃん。なんで辞めれないの？なんで辞めれないと思う？僕はさ、ブラック企業、その会社を辞めちゃうと俺は死ぬっていう無意識的な恐れがあるから、その無意識的なものがなんかその業界で、その会社で残るような行動を選択してると思うんだよね。で、この無意識的に行われたものがどのぐらいクレイジーなのかっていうのを理解すると、あ、それってさ、真実じゃないじゃん、それ嘘じゃん、俺この会社辞めたってさ全然大丈夫じゃんって気づくと思うんだよね。で、逆に、うわ、早く辞めてよかった、こんなところに行ったら精神的な問題に出てくるかもしれないし、ねえ、ね、なんかね、過労死とか今あるんだよ、うん、だから、その何を恐れているのかっていうのに深く入っていく。会社を辞めたら、僕の場合は辞めれないっていう場所にいたわけよ。辞めさせてくれない。で、ブラック企業を運営している人たちは相手が辞めないようなシステムも作ってるんだよ、作ってるんだよ。だってそのブラック企業をやっている人は、その相手が、その自分のスタッフが辞めちゃったら会社崩れちゃうわけでしょ。で、何があっても絶対辞めさせないわけよ。で、それを、そのトリックを信じちゃうわけよ。で、すっごいファンダメント、もうベーシックな人間の心理みたいな感じで、これ辞めたら怒られる、やめたらダメなんだ。でも、もっと深く入ると自分で気づいてないんだけど、本当はやめたら殺されるってどっかで思ってると思うんだよ。で、ちょっと失うについて話していきたいんだよね。
で今まではそのブラック企業で働いている人たち側だったんだけど、じゃあ上雇っている人たち、ブラック企業をやっている人たち、なんでブラック企業にしてるの？このさっきの失うっていう戻るところに戻ると、すっごい簡単で、僕がこういうような働き方で私が作ってる世界がリアルで、そこのリアルの世界から外れたら僕が死んじゃうんだって中で思ってるわけよ。失っちゃうんだ、お金を失っちゃうんだ、自分っていうアイデンティティを失っちゃうんだ、で世間からバカにされるんだ、食べていけないんだっていう、めっちゃ恐怖があるんだよ。ブラック企業やってる人はもう恐怖の中の恐怖にいる人なんだよね。でもそれも真実じゃないでしょ。だってブラック企業にしてなくても会社がガン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 増えてる会社とかもあるわけでしょ。それを手放さないといけないんだよね。やばい、自分がこうやってコントロールして、やばい、相手が、俺今これを作ろうとしてるのに相手がこんなミスするよ、クソやろお前、バカやろおい、これだ、どのぐらい殺してるのか分かってんのかよ、ガーッて、もう恐怖の中で恐怖にいるわけよ、そういう人たちって。で、何を恐れてるのっていうと、自分が作った世界、俺が幸せにいれる場所、これで、これを相手が崩そうとしてるんだよって。でこのためにみんなもっと努力しないといけないんだよ、もっと働いて売り上げ上げないといけないんだよっていうところにいるわけじゃん。でこの最後の勝負っていうのがあるわけよ。あなたは神が作った世界を信じるか、自分が作った世界を信じるかによって安らぎをが来ると思うんだよ。すごいワイルドな話になっちゃったんだけど、簡単に言うじゃん、ね、世界があると、ね、こうやって自分のビジョンを見つけて自分のハートをフォローしている人たちは、自分のハートがなんか話してくれて教えてくれると、自分が今やらないといけないこととかやりたいこととかね。でそれを素直に従っていくと現実になっていくと、でなんか天につながってるみたいな感じ、自分の心が。だから、あ、自分の心がやりたいことは天がやりたいこと、天を信じちゃうみたいな感じで動くじゃん。で天に任せちゃっていいわけよ。で自分でこの世界を作ろうとしてもできないんだよね、どうしても、どうしても。で自分で幸せな世界で、俺はこういう風にしないといけないんだ、お金が必要なんだ、みんなこうやって働かないといけないんだ、こういうルールがあって、これが、これに俺の世界があるんだっていうと、自分のエゴの世界を作ってるわけよ、エゴの。で自分のハートを信じると、そのエゴを自分が作ろうとしてる世界って簡単になくなっちゃうわけよ。例えばお金がないと幸せにならないっていう世界だったら、お金がなくなったら不幸せになっちゃうわけでしょ。自分が綺麗じゃないと、美しくないといけないっていう世界、美しいから幸せになれるっていう、で年取ったらそれがなくなっちゃうわけでしょ。その世界を作る、その家を作るっていう、そのファンデーションが砂みたいな感じで作られてるから真実じゃないんだよ。その美で幸せになるっていうのはエゴが作ってるものだ。でも本当の真実っていうのがあって、でそこはハートとか、ね、その愛とか、でその上に自分のビジネスも作っていく、その上に自分の家庭、自分との仲間とのコミュニケーション、ね、そうするとその愛っていうものが下にあると、この上にものを作っても愛はいつもいるわけよ。だから例えば企業をやってて、ね、で大失敗したと、大失敗したと、でも愛がその下にあったら大丈夫なんだよ。もう食べていけるっていう、そこの喜びも入ってきたり、もう一回本当にハンボ
ね、昔は花が高くて、あれができるんだって言ったのそれが、いや、それがなくなってしまったんだけど、僕は生きていけるんだ。で、本当の自分のなんか大切で、それがまだあるんだっていう喜びとか、もっとすごい、なんていうのかな、スピリチュアルっていうか、もっと深いのがあるわけよ。だから、怖いって思うのは、その恐怖だよね。で、どっかの中で、あ、これやばい、もう本当に神様から殺されちゃうとか思ってるんだよ。罰に当たるわ、これバレちゃったらって。だから、ブラック企業をやっている人たちにお伝えしたいメッセージは、あなたは悪いことはしていないと。悪いことっていうのは本当はないと思うからね。悪いことはしていないと。でも、自分が作ってる世界を作ろうとしてると、やっぱり無理があるじゃん。限界があるじゃん。それをちょっと手放していってみて、トライしてみようよ。どうなるかって。で、自分のエゴがどのぐらい叫んでくる。それダメだとか。でもそれをちょっと数週間続けてみると、どのぐらいその、もっと安らぎ、ピース、自分の人生に入ってくるのかっていうのをちょっとやってみて、体験してみて。大丈夫、1ヶ月ぐらいちょっと緩んでも、企業が崩れないと思いますよ。で、逆にひょっとしたらその方がもっと売り上げとか上がるかもよ。もちろん怖いと思うけど。で、ブラック企業に入っちゃってる人たちは、あ、そういうことなんだってこのビデオを見て、あ、気づいてもらったら本当に嬉しいです。あ、こうやってただ単にすごいクレイジーなんだ。で、自分辞めても本当は真実は全然関係ないと。でも本当に最悪の前どっかコンビニとかでバイトやってね、そこから離れて、で、自分が本当に好きなことやりたいことって何だろう、きっとあると思うよ。心の中が教えてくれると思うんだよ。で、なかったらなくてもいいじゃん。それで幸せだったらね、離れることができて、で、その自分がやりたいスキルっていうのは何だろうって、得意で好きでやっていきたいものは何だろうって、それを身につけていって、どっかの夜の勉強とか、もう本当に今 Google なんて無料で勉強できる時代だから、ね、僕のビデオの編集とかも、もうクラス受けてないんだよ。全部 Google とかそういうオンラインコースで学んだんだよね、うん、僕は学校で編集とかカメラとか一回も受けたことない。でもそのなんていうの、プロになれる今はそういう時代なんだよね。だからその今ブラック企業を辞めちゃったら親ががっかりするとか、で、世間からバカにされるっていうのは本当は真実じゃないんだよね。それは自分の中のエゴが来る、キューってね、エゴがくっついてて、もう今やめたら怒られる。本当は殺されるっていうところにあると思うんだけど、やめたら親ががっかりされる、俺の人生がダメになっちゃう。って思ってるだけなんだよ。エゴは2つあるからね。リードするエゴと従うするエゴ。SNM とかあるでしょ。中には自分の心に、心にはいないんだけど、くっついてるわけよ、エゴは。2種類。鬼みたいな、お前がやれっていう、エゴと、受けるエゴ。奴隷みたいな、すんません、わしは本当に悪いんです。どうしようもないんですよ。本当に俺はダメなんですよって。本当に俺はダメなんだ、ダメなんだ、ダメなんだ。そういうエゴ。いや、本当は、この心の世界っていうのがあって、で、そこに、入っていくことによると、本当にビジネスとかもコミュニケーションとか友達とかも本当にうまくいくの、ね、で、あんまり心配とかしなくてもいいんだよ。不思議な、最高な、素敵な世界っていうのがあるんですよ。 Alright、 ちょっとビデオ長くなっちゃったんだけど、本当に最後まで見てくれてありがとうございます。もし僕その自分のビジョンを見つける、自分が本当にやりたいことは何だろうっていうのを、まあ、見つけやすくなる、出てくるっていうのかな。その本当にね、2ヶ月3ヶ月やってできるプログラムがあるんですよ。で、その最初の最初の部分が無料でできるんで、ぜひ試してみてください。いいことがあったらぜひLINE@クリスで教えてください。すごい
僕あのすごい喜びます。あの findyourvision.jp 自分のビジョンを見つけよう .jp あのね、あの検索してくれたらあの無料でできますので、それをやっていただければ嬉しいです。ありがとうございます。であのセミナーとかもやってるんでね、ぜひ本当にもお会いできたら嬉しいです。 Thank you very much and I'll see you in the next video.